割と、まあ人によってね、得意なもの、不得意なものがあるって話をしましたよね。そんな飛行機が苦手な人がいるとかね。えー、僕自体は、僕自身は、こう、なんていうの、あの飛行機でこう一瞬無重力になって、ふわっと落ちるのが苦手だっていうようなことを言ったりしましたけれども、まああとは食べ物で言うと、ウニが苦手だとかね。まあ苦手っていうか、まあ、まあ苦手なのかな。あれどっちかっていうとな、まあいうようなことを言ってきましたけれども、あのー、僕の、 バイト時代のあるバイトをやった時の、まあ、後輩で、えっ、ー、とまあ学年で言うと2つぐらい、2つ下だったかなの人で、まああの男性の、まあ、後輩いるんですけれども、でまあどっちかっていうとまあ 何て言うのかなあの、まあ、先輩後輩の関係だったので、まあ、仕事を教えてあげたりとかねこれはこうするんだよとか、まあ、時にはその先輩としてその後輩のアルバイトの人に対してまあ指示をしたりするねこれやっといてとかまあそういう、まあ、こっちにこれあのまあ運んで何とかしといてとかねいう感じのことをやったりしたんですよでまあそれであのはい分かりましたみたいな感じですごくこう 何て言うのかなあのテキパキと動いてくれてそしてそのまた彼の下に後輩ができた時には今度は彼が先輩になってねその後輩の育成にこう励んでくれたりしてすごく、えー、立派な人だったんですけれどもあの立派な人で今もねもちろんあの元気なんだけれどもでまあその人もまたあのある教育業界に行ってあの活躍してるんですけれどもまあ活躍するやろうなと思ったらやっぱ活躍してますよねすごくこう まあ僕から見たら彼は後輩ではありますけれども、まあ、彼の下の世代から見たらみんなこうお兄さんみたいな感じで、ね、すごくまあいいお兄さんだったと思うんですよね。でね、そんな彼なんですけれども、胃カメラが苦手なんですよ。で胃カメラが苦手だって言って、その胃カメラってだからその口から通すタイプとその鼻から通すタイプがあって、でまあ、一般的には,はあの口から通すより鼻から通す方がまあ楽だと。 あのー、の,にの,のところを通すときにちょっと、まあ、汚いですけどもおえってなったりしにくいのが、まあ、鼻であるということで僕自身は胃カメラを飲んだ経験っていうのはこの片手で数えるぐらいしかないんですけれどもとにかく1回目に口から、まあ、あのちょっと胃の検査をどうしてもしないといけないときがあって口から胃カメラを飲んだことがあるんですけどもその時のねこうなんていうのかな苦しさがこうトラマになってるんですよ。 で、それは今からもう15年以上前かななんかに、まあ,あの、どうしてもそれをやらないといけないことがあって、まあ、ったんですよね。んで、まあ,あの、初めてだったんで、まあ、そんなにこう、なんていうのかな。別に少なくとも気持ちいいものではないじゃない。で、気持ちいいものじゃないということ、まあ、あの飲んだことない人いると思うから分かんないかもしれないけど、別に気持ちいいものじゃないんですけれども。 で,まあ、だでも一方で僕はどっちかというとこう痛みに強いタイプなのでまあなんとかなるだろうとまあそんなに時間もかからないやろうしなんとかなるだろうと思ってたんですけどそれでも結構きつかったんですよ。でおそそらくその 苦しい理由は多分2通りあって2、理由は2つあって、1つはこれ大変失礼ながら、その胃カメラを入れるお医者さん側のスキルの問題があると思うんですよ。で、これはあの結構そういうこと言ってる人いますけれども、うまい人、下手な人がいるとは言っていて、いや、これはね、僕あると思います。あるいはその胃カメラを入れる人と、その近くにいてくれる看護師さんとかのね、起点とかもあるかもしれないんですよね。 だから僕が過去2回、えー、鼻からカメラを入れた病院の人たちっていうのはそのお医者さんのスキルもものすごい高いと僕は思うしそこに周りにいてくれるあの看護師の皆さんもねなんか今こういう感じですよ今こういう感じですけど今こうやってあの一番きついとこですからもう乗り越えましたよとかねあああの何とかしてくださいみたいないう感じのことをね言ってくれてあの背中をトン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 叩いてくれたりとかしてねすごくリラックスできるんですよ だからそういうのもあると思います。で、もう一つは、だ今の要するに、その、胃カメラを、まあ、やる側っていうのかな。あの、病院側の人の話なんですけど、もう一方は、やっぱり、こっち側の問題だと思うんですよね。で聞くと、なんかあの、目閉じてるよりも、目開いてる方が楽ですと。目閉じてる方が体がこわばるので、まあ、入れにくくなりますみたいなこと。これ多分、脱弾の方で言いましたけど、まあ、それは僕そうだと思いますね。だから今回、目開けて、こう。 あのよだれだらーなりながらこう自分の,この家の中にカメラが入っていく図を見てたわけですけれども、まあ、それで結構あの、まあ、別にこう面白いというかあの楽しいというか気持ちいいってことはないんだけれどもでもまあ正直腹抱える意味の面白さはないけれどもあ自分の中ってこうなってんだみたいな感じのことを、ね、改めて見たりして、ねまあ、特に証券はありませんみたいなことを言われたりもしたので、ね、よかったと思うんですけれども。 だからちょっとね、その、胃カメラが苦手な、その、僕の後輩君に対してね、あの、いろんなアドバイスをしようかなと思ったんだけれども、でも、鼻も経験済みだっていうことなんで、あとはだから、なんかその麻酔をしてやる、ね、全身麻酔をしてやるタイプってのがあるらしいんで、それは僕は経験したことないからわからないんだけれども。まあでも、やっぱり僕らぐらいの世代になってきね、だから僕の2つ下だから、まあ結構いい年齢になってきてるわけですけれども。 やっぱ体の中っていうのはね、外から見えない部分で何か病気があるとあれなので、やった方がいいと思うんですよね。だからまあ、これ見てる方の多くは多分ね、あの若い人の多いんじゃないかと思いますけれども、まあ、僕ぐらいの世代の人で胃カメラやってないんだったらね、ぜひ一回やってみたらいいと思いますね。で、周りの人に聞いて、あのー、いろんな人に聞いて、その評判がいいところとかね、いいの、情報集めた上で行くといいかなというふうに言う気はしますね。うん、個人的にはあの、これから先も年に一回はね、胃カメラやろうかなと思ってるんですけどね。 ぜひやってみてください。本日はまた。